田淵久子です。今日はオーディオテクニカのスタジオで EQD セッションの撮影でした。トドルで演奏しました。今日持ってきたペダルボードはこちらです。今日はバカントリーというアルバムに入っているイルミネートとバカントリーという曲を2曲演奏させてもらったんですけど、設定としては、いつものこのブルースドライバーかけっぱなしからのクリーンブーストでアローズを使いました。リバーブはこのゴーストエコー、最高です。それで、歪みはソロとかの時に、ケンタウルスとプルームスを踏みました。そうです。これはスイッチに入って、これも今日はちょっとクリーンブーストっぽく使いました。今日のボードは先日池渋でイベントさせてもらった時に組んでもらったボードをそのまま持ってきたんですけど、これは一応その初めてスタジオに入るバンドとか初リハとかみたいな時に持っていく基本のボードで、歪みが3つとか4つで、リバーブとディレイが入ってるみたいなやつなんですけど。そうですね、ライブとかリハーサルにこれからも積極的に持っていきたいと思います。